暗いな。どうしたんだろう、大丈夫？ツーリングで来ましたか。茅ヶ崎のここどこ、山ちゃん。茅ヶ崎のなんていうところですか。中海岸。山ちゃんのお店アメリカンディナー8。アメリカンダイナー。いやごめん、いきなり。はい、4台で来ました。オロシビエックスとエイジの彼女さん。エイジの彼女さんのあ、お名前なんだっけ。ゆりこちゃんの、え、あ、ゆうこちゃん、ごめんね、ゆうこちゃん。ゆうこちゃんのバブスリ、え、もう勝手に撮ってるけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。これバブスリー、エイジが買ったんだって。そうです。クリスマスプレゼントで買った、やばくね。クリスマスプレゼントの T シャツ、クリスマスプレゼントの T シャツ、やばくね。いや、マジか、エイジ、やばくね。おお、これがサトシのバブツー、そしてエイジのバブスリ。エイジはなんか旧車5台持ってるそうで、うん、いや勝手に撮ってます、思いっきり。はい、こちら逆車ってやつみたいですね。こっちも逆車ってやつみたいです。自分もバブスリ欲しいんですけど、清瀬先輩が乗ってた、あれ、清瀬先輩が乗ってたやつってなんだっけ。スーパーホークスリーか。これはなんていうの。これはホークスリー。なんかさ、さっきも言ったんだけど N バブとかって言ったりする。 N って書いてあるんですけど、 N って書いて、どこに書いてある。え、あ、ごめんね。あ、本当書いてあるわ。あ、ごめんなさい。まずかったらモザイクかけますんで。はい、すいません。あ、どうも、はじめまして、すいません。うちの従業員、YouTube 見てるらしいです、はい、あ、マジですか。 YouTube 見てくれてる感じですか、はい、何の YouTube。 たまたま、ええ、やつご覧になったことがあって。あ、本当ですか。今来るって言ってちょっとテンション上がっちゃってめっちゃ恥ずかしいです。あ、マジですか、はい、でもお名前なんて言うんですか。ホンタって言います。え、ホンタって言います。ホンタ、はい、あ、ホンタさん、はい、あ、なんか珍しい感じで。そうですね。あ、そうなんですか。濁らないタイプなんですけど。あ、濁らないタイプで、はい、すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は制限、うん、コムサルタください。あ、ちょっとめっちゃ恥ずかしいです、やめてください。何ですか。ちょっと恥ずかしいです。そうすいません、ありがとうございます。はい、これじゃコムサル置いちゃいますね。ありがとうございます。わーい。あ、なんかしかもなんかノンアルの、珍しいノンアル初めてだ。ちょっとだって、うん、いや、だからそういう人が多い。みんな食べよう。あったんだって、はい、だステーキとかもあるんですよ。アボカドチーズバーガー、ありがとう。おお、これは何。エイトバーガー。あ、アボカドが入ってるバージョンとないバージョンなのかな。あ、一番人気のやつ。おお、いいですね。ちょっと味見してくださいよ。はい、どうですか。めっちゃうまいっすね。マジで、うん、これなんだっけ。アボカド。これはエイトバーガー。エイトバーガー。あ、じゃあ一緒、同じ頼んだやつ。いや、一緒だよね。半分こ。あ、半分こ。あ、半分こね。うん、うまっ。あ、山ちゃん、じゃあお疲れです。ありがとうございました。本宅お疲れです。ありがとうございます。エイジとおそろだ。行きましょうか。いいよ、行って。
今ちょっと江ノ島着いたんですけど、これなんだっけ、エイジさ、江ノ島のここ何、あの公衆トイレっていうところ、漁港、ん、漁港、ね、公衆トイレって言ったことで、はい、トイレ、はい、で今ね、話しかけさせてもらったんですけど、ヤンキーチャンネル見てくれてるんですよね。しかも自分のことをまず気づかなかったですもんね。はい、分かんなかったですよ。ヘルメットかぶってると。ヘルメットかぶってると。お名前なんて言うんですか？ユナパパです。え？ユナパパです。ユナパパさんですか？はい、あ、何か活動されてる感じですか？何か。SNS とか YouTube とかやってる感じですか？はい、SNS はやってます。あ、そうなんですね。ユナパパでやってるんですね。はい、あ、そうなんですか。お名前いいですか？はい。ヒロパチです。ヒロパチさん？はい、二人ともなんかあだ名なんですね。マジですか？いや、てか今。ちょっと暗いから見えにくいんですけど、 CBX しかも新潟っすよね、はい、やばすごいっすね。しかもなんかこのテールが、お、光らせてくれてますね。このテールがちょっと違ってる感じですよね。これなんていうテールって言いましたっけ？アウトバーンテール。アウトバーンテール、やべえ。うわー、あ、いや、ここ4年ぐらい前だった。4年ぐらい前でいくらだったんですか？180円です。180、倍ぐらい。350ぐらいで、上松さんだったら700ぐらいで売ってますよ。そうです。倍高の査定で450。あ、そうなんだ。え、倍高の査定でいくら？450。マジっすか。自分のやつ倍高で200でしたね、確か。うわ、やっぱさすがっすね、苦手やばいっすね。へえ、すごい。しかもサンパチ、やばい。サンパチもこれいつ買われたんですか？3年前。あ、3年前ってことはまだ高くない時ですか？いくらぐらいで買いました？30万ぐらい。あ、マジっすか。今、え、どれぐらいするんだろう。200、250ぐらい。うわ、跳ね上がってますね。え、元からこんな感じですか？ロケットとかついた。え、ドノーマルで買って、そこからカスタムってった感じで。あ、そうなんですね。やべえ、かっこいい。夜とかここに結構来たりするんですか？しょっちゅういます。しょっちゅういます。え、江ノ島の方ですか？いや、住んでるとこは茅ヶ崎。あ、茅ヶ崎、はい、あ、ど、地元江ノ島なんですね。あ、そうなんですね。へえ、ここ溜まってたりすると旧車とか集まったりします？そうです、大体今日は全然いないねって言ってたんで。あ、そうなんですね。へえ、今遠くから見て、あれ、シビクじゃねっていう話をしてて今声かけさせてもらったんですけど、なと思ったんですよ。あ、そういうことですね。自分、うわ、すごいわ。自分今バイクでベスト3があって、 CBX が好きなんですよ、一番で。サンパチとバブ3が欲しい感じなんですけど、ここにサンパチあると思って。やばい、超かっちょいい。これなんだっけ、ドキンちゃん、ドドンパ。ドキンちゃんじゃねえか。あ、そっか。今神奈川で一番熱い旧車街です。あ、そうなんですか。はい、ドドンパさん。ドドンパさん今一番盛り上げてます、神奈川の旧車街。あ、そうなんですね。はい、ドドンパさんにじゃあ入られてるってことで。そうですね。おお。いや、しかもめちゃめちゃ綺麗だし。あ、え、なんですかこれは。1パチカンってなんて言うんですか、はい、なんですかこれ。これマフラーが1パチカンって言うんです。あ、1パチカンって言うんですね。へ、はい、ちょっと暗いから。サンパチは一番有名なメーカーですか、はい、あ、そうなんですね。これって集合なんですか？集合感です。わお、ちょっと音聞かせてくれないですか？抜いてます？いや、入れてます。はい、入れたらとてもうるさいんで。あー、確かに。ごめんなさいね。うわ、すげえ。やべえ、最強なんですけど。わお、しかもこれで、そっか、入れててもめちゃめちゃいい感じですね。これならめちゃ気持ちいいっすよね。やば。しかもなんすかこの、あの、散歩してる、あ、まあ散歩してたから散歩してるでしょうけど、なんか 青かなんかでしたね今。はい、ルーツテール。いや、なんかルーツテール、ルーツテール、ルーツテールって言うんですね。ルーツテール。あ、そういうことですね。で、チョビさん、やっべ、渋い、超かっけえ。 CBX 音
かせてもらっていいですか。ちょっとこちらこれマフラーは何ですか。ブラスマジックの真鍮です。ブラスマジックの真鍮、はい、お、それなんですか。あ、外せるんだ、はい、すげー。はい、パチパチ。優勝者って何ですか。何のですか。コール大会優勝者です。何のですか。キュートチっていう。あ、はい、それのコール大会があって。あ、マジっすか。どこでやってたやつなんですか。あ、マジっすか。わお、すげえ。めっちゃめっちゃかっけえわ。あ、だから今コール聞いてって言った感じだったんですね。あ、そういうことですね。あ、すいませんね、外してもらっちゃって。ありがとうございます。これの直感はいいですか。あ、直感いけます。お願いします。うるせえ。めっちゃ、うわ、でもやばいわ。やっぱ集合いいっすね。自分だ、集合大好きなんすよ。やばい。いや、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。